名古屋ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはドラゴンズの先発、名古屋ドームのマウンドに上がります。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。最初は変化球できました。スライダー決まっています。キレがありますね。確かにキレがいいように感じますね。ワンボールツーストライクです。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには門脇、送ってきたら打球によってはセカンドで刺す意識も持っておきたいですね。なるほど、そうですか。彼はクイックが速いですから、ランナーは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。送ります。ファウルです。ここはゲッツー体勢のままですね。バントには備えませんね。そのようです。ここもバントの様子も見送っています。走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。小宮山さん、今の場面いかがでしょうか？これはね、バッテリーの勝ちですね。ピッチャーはほっとしたでしょうね。はい、先制のランナー、このボールは外れてフォアボール。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。ランナーの進塁を許しませんでした。よくこの俊足のランナーを刺しましたよね。キャッチャーよく刺してくれましたね。先制の引っ張った高い打球ライトへ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。この回ジャイアンツ結局3人で攻撃を終えています。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね？やはりね、気が抜けないというのはね、ピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうですよね。いやらしいバッティングができるかどうか注目しましょう。三好、打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球空振りです。外のボール、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている田中。グリフリン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これが初球。インサイド見送っています。引っ張った。あっと強い当たり弾いた。ボールを拾ってワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番高橋。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート。キャッチャー送球してタッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。インコース決まった。あっという間にツーストライクです。低め外れました。さあ勝負してくるのか。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。ボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。
さあこれで決まるのか。外れてフォアボール。2アウトから先制のランナーを出していきます。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。2球目真ん中打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファウルボール。いや今のよく見ましたね。インローを見送っています。まあ、ここは際どいところも打っていきますが変化球空振り。本当低め低めを意識した投球でしたよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターは岡本。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね。ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。低いところへ決めてきました。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。引っ張った。サードが取る。一塁送球します。アウト、ワンアウト。打順は5番坂本。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか。センター左へのヒット。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には大城入っています。彼はしっかり抑えておきたいですね。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。次は厳しいところにしっかりコントロールしないといけませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか、まあ、ここは腕を振ってしっかり狙って勝負ですね。外れてフォアボール。ピンチがさらに広がりました。さあそしてバッターボックスには吉川入ります。さあなおもピンチが続きます。まあここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。大きく枠を外してきます。ファウルになります。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。追っつけて打ちました。レフトの前、あっという間にレフトへ。ホームに送球。ドラゴンズさらにピンチになりました。ワンアウト満塁です。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。インサイド打った。セカンドの右掴んだ。二塁へ送球。二塁はセーフ。サードランナーがホームに帰ってきました。思わぬ形での得点。フィルダースチョイスで先制ということになりました。いや小宮山さん、この判断なんですがいかがだったでしょうか。いやこれはもう選手一人一人がねしっかりと自分の仕事をすることですよね。守備のミスから先制点を与えてしまいました。先発のグリフィン、バッターボックスに入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。変化球打った。スタートの左抜けた。セカンドランナーサードガンバスを蹴った。サードランナーホームイン。投球する。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ジャイアンツ追加点、3対0。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。打順は1番に帰ります。バッター佐々木。ドラゴンズこの回3点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。先ほどのエラーを悔やまれますね。もったいない場面でしたね。内へズバッと投げ込んできました。詰まらせようかという配球です。中間守備で来てますからどの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど。打ちました。抑えました。犠牲フライにはなりませんでした。2アウトランナー3塁1塁となりました。
さあそして打席には門脇入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあこのままの点差で回を終われるようにしっかり集中したいですね。なるほど、そうですね。初球ボール球です。2球目は何で来るか。これは決まった。落としてきましたがこれは外れます。きっちりと見極めてボールです。3ボールになりました。ファウルになります。ここは決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたがここで食い止めました。2回の裏になります。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには5番細川。ドラゴンズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。ボールになります。チェンジアップ空振りです。ワンボールツーストライクです。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。はい、高めに大きく外れています。3ボール2ストライクフルカウントになっています。ボールを拾って先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには6番ヒットでランナーを1塁に置いています。空振り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。変化球空振り、ワンアウトです。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには木下。まあ状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスロドリゲス。ツーアウトランナー一塁です。さあ初球は何か。アウトコース決まってストライク。ボールになります。次が3球目。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。抵抗カウント。バッターレフトへ打球伸びる。佐々木掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということでちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど、そうですか。さあ外してくるのか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番岡本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はボールになりました。これが2球目。これはバットが泳ぎます。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。はい、変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスは5番坂本。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。大きなスイングですが空振り。際どいコース外れました。速いボール膝元決まってストライク。ワンボールツーストライクです。三振になります。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。
西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか、どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。変化球持ってきました。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。変化球が高めに抜けます。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。グリフィン抑えています。ワンアウト。打順はトップに帰って三好、グリフィン、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。吉川、ツーアウトになりました。2番バッター田中、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナーありません。最初はボール、アウトロー外れます。ボール先行です。3球目は何で来るか。ナイスボールですね。低めストレート、ストライク、ツーボールツーストライクです。振っていきましたが三振、スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回4回の表、ジャイアンツの攻撃。バッターボックス大城、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズビハインドで迎える4回です。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。ここで点を取られると投げてる自分が一番苦しくなりますから。粘りの投球ができるんでしょうか。ファウルになります。ここもファウルです。さあ4球目は何か。三振です。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックスには7番吉川、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました。ショートうまくさばいてアウト、2アウト。打席には8番バッター浅野、先ほどの打席で先制となる打点を挙げています。2アウトランナーありません。初球ボール、スライダーが決まります。これが3球目。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。引っ張った。三塁線破っていった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ツーアウトランナー二塁。先発のグリフィン、バッターボックスです。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まずは見送ります。ワンボール。内へ、これは決まった。バッターこれは振ってしまいました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ仕留められるか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。三振でピンチを切り抜けました。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。高橋がバッターボックスに入ります。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズビハインドで迎える4回の攻撃です。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあこの点差であればまだ分かりませんからね。とにかく出塁したいですね。そうですね。
変化球空振り、ワンアウトです。4番バッター中田グリフィン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。入れました、ファールボールです。インコースボール、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ。バッターボックス細川、先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトになっています。初球空振りです。釣られてしまいましたね。そうですね、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね、ただまあどうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。最初は変化球できました。あーボールですか。はい、低め、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコースを厳しく攻めます。三振を取りました。ワンアウトです。バッターボックスは2番門脇、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何で来るか、インサイド決まっています。さあ2球目は何か、低めインコース、ノーボールツーストライク。ああボールですか。はい、変化球空振り。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。バッターボックスは3番丸、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、ボールになります。体に近いところ、ボール先行です。打った、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。丸、これが自身本日の安易にストライクから入りませんよね、ランナーがいますからね。なるほど、そうですか。これもアウトコース、際どいところだったんですが、ツーボールです。さあ3球目は何か、外、これは外れた、ボールが3つになります。もうここは歩かせた方がいいでしょうね。そうですね、引っ張った、取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。3対0、ジャイアンツがリードしています。西さん、バッターも一巡してますので、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。インサイド、左中間へ打球伸びる、レフトが取りました、ワンアウトです。7番バッター木下、まずはワンアウトを取っています。初球ボール、膝元への変化球、外に決まりました。ワンボールツーストライク、変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は8番ホドリゲス、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。
最初は変化球できました。ボールになります。ボールになります。ボール先行です。次が3球目、ストライクになります。外のボールに手を出しました。ツーボールツーストライクです。インサイド落ちました。破りました。センター前、ツーアウトからランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁。さあツーアウトながらランナーを一塁に置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあここでランナーを動かしてくるのは少し考えづらいですね。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の攻撃、先制のピンチ、8番浅野、守りにミスが出てドラゴンズ先制を許します。続く攻撃、ワンアウトフルベース、ピッチャーグリフィン、レフト線へ運ぶタイムリーヒット、ドラゴンズ2点を追加されます。4回の表、ここも三振、次々と三振に切って取ります。名古屋ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは5番、坂本。ドラゴンズビハインドで迎える6回です。この球は外れています。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあどう来るか。インコース見送ります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですからここは踏ん張ってほしい。初球空振りです。次が2球目。惜しいですね。アウトローギリギリ決まっています。ワンボールツーストライクです。低めの変化球は決まりません。空振り三振。バッターボックスは7番吉川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール、打ちました、流しました、三遊間抜ける。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。ドラゴンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、ここで降板です。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。まあ、そうですね、初球安易にストライクを取りに行くとやられますね。初球打ちがうまいバッターですからね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。すごい勢いでバットを振ってきます。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りです。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは三好。先
ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズビハインドで迎える6回の攻撃です。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。さあ今ブルペンが映っていますけれども、各ピッチャーが肩を温め始めました。今バッターボックス田中グリフィン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました、痛烈な打球、高く上がった、これはどうか。バッターボックス高橋、ツーアウトになっています。初球ボール、2球目は何で来るか、ファウルになります。ワンボールワンストライクです。ちょっと合わないようです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これもファウル、内に持ってきました。平行カウント、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。そうですね、もうこれ以上点を取られると致命的になりますのでね、なんとかしないといけないと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。変化球空振り、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター佐々木、勝野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。あーボールですか。高めに持ってきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。打順は2番門脇、ツーアウトランナーありません。初球わずかに外れてボール、低めの球が打ちに決まります。3球目は何で来るか、ここは落としてきました。内へ低めの変化球、2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。西さん、こういったゲームの場合、ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。まあとにかくね、先頭バッター一人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあその状況、この回で動くんでしょうか。アウト、ワンアウトです。打席には5番バッター細川グリフィン、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。最初は変化球できました、ボール先行です。しっかり捉えた、ファースト正面抑えた、そのまま一塁に入ってアウト、しかしこれは進塁打になりました。最低限ランナーは進めましたね。さあそしてこのチャンスで打席には7番の木下入っています。まずはボールから入りました、追撃
見事なホームランです。そうですね、鮮やかなホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。さあまだ諦めるわけにはいきません。ここで追撃のホームランが飛び出しました。うん、確かにね、この辺りで点を返しておかないとちょっと厳しいですよね。これで1点差に迫りました。バッターボックスは8番ロドリゲス。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ドラゴンズホームランで得点を挙げています。西さん、ここは追い上げたいですね。いや、このチャンスはね、つなぎたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。打ちました。詰まりながらも左中間へ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。7回終わって3対2、ドラゴンズが1点差まで追い上げました。8回の表、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。丸がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回です。試合は終盤1点の攻防となりました。勝負どころですからね。攻撃側がどんな作戦で仕掛けてくるのか見極めが重要ですよ。この後も集中力が必要です。さあ仕留められるか。大きく外れてボールです。フルカウントです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番岡本。今日はまだ当たりがありません。勝野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球が決まりました。あっという間に2ストライクです。あ、これはいけません。デッドボールです。打順は5番坂本。デッドボールのランナーが出ています。これは大きくバットが回りました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。見逃して三振になります。アウトコースを待っていたんでしょうか。最後ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の橋本。さあマウンドに上がったのは橋本。スピードボールを持っています。最後まで甘くならないようにきっちり投げたいですよ。変化球空振り、いいボールです。そうですね、やっぱりいいところから落ちたんですね。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。3対2、1点リードはジャイアンツです。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号17、西舘、マウンド上。8回の裏、ドラゴンズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の大島。西さん、まずは塁に出たいですよね。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球はボールから。スピードボールを持っています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに返って三好。まずはワンアウトを取っています。初球ストレート、見送っています。ボール。あー、よく見ましたね。ボール先行です。ファウルになります。引っ張った、ファーストが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには2番田中。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。インコース決まってストライク。スピードボールを持っています。打ちました、ファウルになります。2ストライクです。低めは外れました。中への変化球外れました。
またファウル。高めのボール、これはショートライナー。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。これから9回ジャイアンツの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。清水マウンドに上がります。小宮山さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチング、ここは一体どんなものなんでしょうか。これはね、本当にバッター牛耳るというのが一番手っ取り早いので、まあ、三振を取ることですかね。なるほどね。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。入りました。148キロ、ストライクになります。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ここもファウルです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。8番バッター浅野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。清水、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず何を投げてくるか。初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。2球目決まっています。落としました。外れます。ファウルになります。打ちました。センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。ブルペンが映っていますが、やはり守護神が投球練習始めています。やはり西さん、守護神登場してきそうですね。まあそうですね。バッターボックスには代打の梶谷。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。初球大きく外れています。インサイド見送っています。148キロ、変化球タイミング合いません。追い込んでいます。ワンボールツーストライク、見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。最終回ドラゴンズの攻撃、そしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあマウンドに上がったのは大勢。さあ兄さん、やはり上がってきましたね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとか攻略してもらいたいですね。そうですね。さあ注目の打席です。バッター、これはファーストの左、抜けました。一気にライトへ、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。高橋、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。セカンドランナーは辻本、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあドラゴンズ重要な場面を迎えています。一発出れば決まる場面で彼ですから、サヨナラの期待も持てますよね。なるほど、そうですね。まあそして彼がこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね、期待しましょう。左中間へ持っていった、ぐんぐん伸びる、真ん中深いところ破っていった、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ドラゴンズ同点3対3、試合を振り出しに戻しました。いや西さん、勝負強いですよね。こういうバッティングができるところが素晴らしいですよね。これでサヨナラにつなぐことができました。
さあここでドラゴンズ代走を送ります。帰ればサヨナラ、俊太がセカンドランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには細川入ります。さあチャンスが続きます。まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですよね。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。さあ2球目は何か、今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストライクが入りません。ファウルです。高めいっぱい見送りましたがストライクです。さあフルカウントまで持ってきました。いい当たりだ、抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、サヨナラのランナーが3塁を回った。ホームイン、決めた。細川サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当に、ね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの、帰り気をつけて帰ってください。そうですね、勝ったドラゴンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のジャイアンツですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。